元アフタースクール可否、大きなお腹で撮影したグラビアが話題、夫&息子と幸せな時間写真イコール可否インスタグラム、2。パーマンが帰ってきた、に出演した元アフタースクール可否がマタニティグラビアを公開し、家族との幸せな一時を公開した。写真の中で可否と夫のヤンジュンムシ、そして息子のノア君はビーチファッションをコンセプトにして撮影した。可否は堂々と大きなお腹を公開した。可否ら3人家族は、22日午後に韓国で放送された KBS2TV、スーパーマンが帰ってきた、に出演し、注目を集めた。シホラ芸能界の友人が祝福、元アフタースクール可否の出産前のベビーシャワーが公開、ふっくらお腹に注目、元アフタースクール可否、本日、16分の6、第2子を出産、母子ともに健康。